ということでですね、まだスライドもう一枚。あーこれか。あ出た。これか。出た、忘れちゃった。これちょっとメールフックではないんですけれどもね、最終話でレイナが見つけてにっこりしてた。はい。なんですか。落書きというか絵と落書きですけれども、ね、これは監督ちょっとどうやってこれが生まれたかを教えていただいてもいいですか。まあ、ちょっとこう演出としてもうちょっと詰めればよかったなと思ってたんですけど、まあ、そのレイナさんが見て共和国がちょっと変わるんじゃないかっていう兆しを見せる感じ取れるようなカットの意味合いなんですけど、うん、はい、まあ共和国の人たちが変わるよっていうことに対して賛同してるようなイラストにみんなでこう描いてるっていう感じなんですよね。で、いろんな人にやっぱ描いてもらいたい、絵の上手い下手は関係ないっていうところで、キャストの方々に描いてもらいました実はね、描きましたね。実はそのスタッフさんとかもですよね。そうですね、結構、はい、そう、みんなこの日この話数の収録の時ちょっと収録終わったら描いてくださいって、はい、描いて描いてってこう言って、はい、誰が誰かなみたいな感じでこう、みんなだからここ誰がこれ描いたかとか想像してみてくださいよ、うんうん、あとこの英語がね、うん、Welcome to the Republic of San Magnolia が変わってるっていうところが、はい、まあ、それこそ説明なしでバッて出てきてるわけなんですけども、うんうん、そうですね、もう実は自分の息子の絵も入れちゃってるって。あ、そうなんだ、それ聞いときたい。職権乱用どのあたり言わないそれはまさか自分の絵がさ、うん、アニメに乗ると思わない、ね、本当にそう面白かったね、はい、誰も教えないっていうね何も教えない、何も教えない、書いたことだけ、うん、はい、ありがとうございました